はい、では行きましょう。はい、ではですね、今から阪神11レース朝日杯フューチュリティステークス G1 の開講を宗代さんに来ていただきます。よろしくお願いします。はい。朝日杯フューチュリティステークスは、芝 1600m の G1 と2歳の G1 となってますね。はい、まず勝ったグレーダーディアガーズは強いですわ。これね、まあ確かに内枠を引いててね、コースロスのない進路は取れましたよ。ただラップ的に見てもね、前に行ってる馬が決して有利なラップじゃなかったんですよ。うん、まあね、まずそういうのモントライゼの話をしましょうか。モントライゼね、すごいね。3ハロン33秒7、5ハロン 1000m ね、56秒9で、1201分8秒5、1401分20秒3やで。で、ルメール騎手のコメント、マイペース言うてる。っていうことは、もっと短い距離の方が絶対いいっすわ。で、このスピードや、まあ、ただね、G1 動向っていうのはあれやけど、いや、重賞はまだ全然勝てる馬ですけど、もっと短い方がいいっすわ。このペースをマイペースで言うのやったらね。うん。1201分20秒差やで。はいはい。もう勝ちタイムやん。そうですよ。1000にも1004も勝ちタイム。グレナディアガーズはね、確か前走は非常に良かったんですけど、やっぱイジハロンの距離延長っていうのがどうか。だってね、2走前ね、レッドベローブに1秒にちぎられてるんですよ。これがあるから、やっぱその1200、1600の、ね、しかもね、この2走前の1600ってペース速いんですよ。道中のペースが速い流れを前行ってバテてるから、今回同じようなことで、道中速いペースを前行ってるから、これで持つっていうのはちょっと分からん。そうですね。まあこの馬ね、デビュー前からペーパーオーナーでは相当な評価されてた馬なんですけど、フランケルのボバの G1 買ったって初めてじゃん、日本で。どうですか皆さん、フランケルの、まあ、牝馬とかやったらソウルスターリングとかおんねんけど、ね、ボバで G1 買ったのは日本初めてでしょ。フランケルね、まあ、ちょっと皆さんツイッターとかあともしくは私のコラムね、ツイッターにノートに載せてるコラムでディアドラのことも書いてたじゃないですか。ディアドラがまあ引退して、ディアドラは初年度にガリレオをつけるんですけど、ガリレオの初年度一番の最高の傑作はフランケルなんですよ。ガリレオ3区のね。でガリレオの子供は日本では全然今まで走ってる実績ないんですけど、フランケルは走ったんですよね。牝馬ばっかっすね、確かに。牝馬やろ、ミス・エルテとか。そうですね。モズアスコットもそうや、モズアスコット。でも牝馬でしょ。オスは初めてやろ。モズアスコットボバス。あ、ごめん。ほんまや、ボバや。モズアスコットごめん。俺何かと間違えた。モズアスコット、ボバ。そうや、モズアスコットがあれや。芝割りしたんか。はい、そうです。早く。全然関係ないですけど、アドマイヤバードも芝割りしたんですね。そうやで。早すぎますね。いや、なんでなん。もったいないわ。これからですよね。絶対もったいない。4歳やで。もったいないわ。意味わからへんわ。めっちゃもったいないなと思いましたけど、いや調教もめっちゃ良かった。分かりますわ。もうグレナディアガーズは前走内容も調教もめっちゃ良かった。分かってるんですけど、やっぱ1600の速いペースで今回持つっていうのはちょっと2走前を見てたら分からん。そうですね。まあなんかこの日割と芝は時計早かったような気がします。いやいや、もうすごい時計ですわね。あとステラベローチェは阪神ジュビナイルフィリーズではインフィナイトがね、同じタイプで道悪での2連勝で時計勝負に全く対応できずに大敗喫しましたけど、この馬は時計勝負も対応しましたね。まあノリさん絶賛の馬やからね。馬体馬っぷりが素晴らしいとかめっちゃ言ってたから、前走勝った時にあんま言わん人がめっちゃ言ってたから。アマゾンね、レース後の松山騎手が速い流れが影響したのかっていう、まあ、ちょっとはてないけど言ってるってことは、瞬発力勝負の方がええってことやわ。ここ2走瞬発力勝負でしょ、これ。この2走は、デイリー杯とノジギクステークスはどっちもスローからの用意どんなんよ。でそれが一転して今回速いペースになって成績をガタッと落としたってことは、この馬は瞬発力の方がいい。うん、ステラベローチェは距離伸びてもええでしょうね。うんグレナディアガーズは1600ギリギリ、まあ、その1800になってどうかとかはちょっと分からんけど、うん、あとブルースピリットもよう頑張っとるけどね。うん、ねえ、うん、このまま注目がなんてあってでもくれる。ロードマックスコメントしてます。はい、ああ、確かにね、その流れ的には折り合い面も前走は引っかかりましたけど、今回は折り合いついたってことから、あと前走の決め手ね、33秒7も優秀やから、重い芝に変わったのもマイナスやったと思いますよ。うん、うん、まだマイルをこなしたかどうかを判断するのはちょっと待ちましょう。ただその軽い芝の方がやっぱりいいと思いますよ。うん、バスラットレオンは1600に距離短縮して良かったと思いますよ、内容は。ただ馬券圏内に入れんかったっていうのは上位との力の差やと思いますけどね。うん、あとはカイザーロバの上がり3波の33秒どうですかって、どう評価した方がいいですかってこと。メンバー中最速の流れを一応使ってるんですけど、着差が 0.7 秒もあるんですよね。ちょっと評価に値しないです、この着差では。評価できない。差し馬が台頭していい流れですからね。だって前早いですからね。うん、ここ差荒れるからな。ありませんでした。まあ、ドゥラモンドあたりはその、まあ、ドゥラモンドと、まあ、言ったらステラベローチェって戦前で言ったら、1600を2連勝してきて両方とも時計ないっていう共通点があったんですけど、まあ、ステラベローチェの方は対応したけどドゥラモンドはしなかったっていうこの、まあ、明暗ですよね。はい。うん、それを見るとドゥラモンドはもっと距離伸びた方がいいかなとも思いますね。まあ、テオ・ダ・ヴィンチはね、瞬発力勝負の方がいいっていうのもありますし、もう単純に前走の1分35秒2から時計3秒早なったんですよ。もうさすがにかわいそうですね。一気に3秒詰めるとかかわいそうすぎますわ。はい、厳しい、無理ですね。そうレッドベルオーブからしたら正直ね、早い流れになって本当もう2走前が早い流れで圧勝してるわけやから、言ったらもうほんまにおあつらえ向きの流れになったんけど、それで3着っていうのは前の2頭がそれだけ強かったってことですよ。別にこのまましくってとこないでしょ。ゆうきさんはちょっと乗り方ミスった。ああ、なるほど、言ってるけどな。はい、ただまあ 0.3 秒巻いとるから、前の2頭が強かったって言わざるをえんね。そんなとこですかね。はい。はい。ノリさんがね、めっちゃ褒めとるからね。そうですね。はい。以上です。はい。というわけで、阪神11レース、朝日杯フューチュリティステークスの最後でした。ありがとうございます。